男がぽつりとつぶやく一言が鋭く胸を打つ。藤原の関節技のすごいところは、単に技のみにあるのではなく、この藤原の心が技と表裏一体となっているところにある。技は心を求め、心は技を進めるのであろうか。UWF の猛練習は有名である。藤原をはじめとして前田、木戸、高田、山崎の各選手がそれぞれのテーマを持って猛烈なトレーニングを繰り返す。
い方一つで相手の防御姿勢を崩し関節技へと移ることができる。
手がかわいそうと思うかもしれないけど、俺はレスリングをするときはいつもどんなときでも全力を出すよ。たとえ相手が新人であっても、戦いの中に優しさや余裕の入り込む余地なんてあるわけないじゃないか、と藤原は言う。
のサブミッションについて問われた時、こう答えた。伝説とは平凡なものが偉大になることだ。だが夢と勇気がなければ伝説は生まれない。そして今、もし関節技に伝説と事実があるのなら、伝説を事実にしてほしい。私は藤原がそれを今回実現したことへ称賛と感謝を送る。Thank you.